はい、皆さんこんにちは。今回は南北統一を願う有名人についてです。在日の方々の祭典ワンコリアフェスティバルがあります。ワンコリアフェスティバルは85年に関西で始まった、文化の力で朝鮮半島の統一に向けた思いを伝えようとするイベントで、これまで趣旨に賛同した多くの在日と日本の文化人、芸術家などが協力しています。令和元年9月25日の官報ですが、公益財団法人ワンコリアフェスティバルが解散していたことが載っていました。ワンコリアフェスティバルのホームページにも、公益財団法人としては解散していることが載っております。しかし市民団体として活動を続けているようです。過去毎年行われてきた在日の方々の祭典です。はじめに白龍さん。白龍さんは日本の俳優、ミュージシャン、佐賀県伊万里市出身、身長178センチ、体重68キロ、所属事務所はオフィス白龍。2013年3月12日より伊万里市観光大使。白龍さんは2013年のワンコリアフェスティバルにゲスト出演されています。2013年は第29回目のフェスティバルのようですが、ゲストメンバーに載っています。拡大します。在日の方々が名を連ねていますが、白龍さんも載っています。リンク先をたどってみます。佐賀県伊万里市出身の俳優、ミュージシャン、在日韓国人2世で、戸籍名は伝定一、佐賀県立有田工業高等学校卒業。デビューは1979年リリースのシングル「アリランの歌シンパラム」。ワンコリアのホームページに在日韓国人2世とありました。もともと在日の祭典ですから当然ですが、白龍さんが在日の方だと分かりました。続きまして、木村敦樹さんです。木村敦樹さんは日本の歌手、ブルースバンド有価団のボーカルです。1987年のワンコリアフェスティバルの記事ですが、有価団の木村敦樹かっこパク秀勝さんと載っています。こちらワンコリアフェスティバルの他のページです。人気ブルースバンド有価団のボーカルを務める木村敦樹ことパク秀勝氏は常連ミュージシャンの一人である。彼が本名宣言をしたのも実はワンコリアフェスティバルのステージだった。彼のワンコリアへの率直な思いをその独特の口調で語ってもらった。パク秀勝はバクススンと読むそうです。ワンコリアフェスティバルの常連で在日の方であることが分かりました。続きまして、ワンコリアフェスティバル2008の資料がありました。出演者紹介のページがありました。1985年から開催されてきたワンコリアフェスティバルの歩みが載っていました。1985年からたくさんの有名人が支援してきたと載っていました。左上に伊原剛さんが載っています。続きまして、伊原剛さんです。伊原剛さんは日本の俳優、1963年昭和38年11月6日生まれ、平成7年3月3日の官報に載っています。拡大します。民族名イーさん、通名伊原剛さん、1963年昭和38年11月6日生まれと、通名と生年月日が一致しておりますので聞かされておりますことが分かりました。戻ります。左上2番目に伊集院静香さんが載っています。続きまして、伊集院静香さんです。伊集院静香さんは日本の作家作詞家、1950年昭和25年2月9日生まれ、本名は西山忠樹さん。昭和50年5月17日の官報に載っています。拡大します。民族名張忠樹さん、通名西山忠樹さん、1950年昭和25年2月9日生まれと、通名と生年月日が一致しておりまして聞かされておりますことが分かりました。また戻ります。上から3段目に山本太郎さんが載っていました。続きまして、山本太郎さんです。山本太郎さんは日本の政治活動家、れいわ新選組代表、前参議院議員、元タレント、元俳優です。山本太郎さんは夜をかけてという映画の主人公を務めています。キム・スジンさんが監督の映画です。1958年大阪、未だ戦争の跡が色濃く残る町の元兵器工場近辺に朝鮮人集落が存在した。ある日その住人の淀木婆さんが工場跡地から鉄くずを掘り起こして大金を得た。
その噂は瞬く間に広がり、皆が一発当てようと浮かれている時、かつて集落に住んでいた金吉雄が帰ってきた。吉雄たちも鉄くず盗み始め、そのうち彼らはアパチと呼ばれるようになる。だが鉄くずは国有財産のため、警察の取り締まりは日々厳しくなっていた。そんな状況の中、吉雄は集落の住人ヤンバーさんの命、初子と互いに惹かれ合うようになるのだが、夜をかけての別な解説です。主人公の金吉雄役は山本太郎、まさに彼にうってつけのハマり役。肉親殺しの悪役山田純伝の迫力もすごい。ヒロインの韓国の新人女優ユー・ヒョンギョンは実に魅力的。山本太郎さんは在日朝鮮人の集落の住人で、主人公の金吉雄役でした。戦後の大阪を舞台に在日コリアンの姿を描いた在日の方々の主人公役でした。ワンコリアフェスティバルのホームページに夜をかけてについて山本太郎さんにインタビューがありました。オーディションで名前を聞かれたとき、金吉雄ですと答えていましたね。山本、テンションが上がっていてよくは覚えていないんですけどね。原作を読んだときに本当にまんまというか、吉雄は俺以外誰に指すねんっていう感じだったんですよ。中学高校時代の大人になりきる前の自分、ブレーキをかけない自分を出せば吉雄になる。だからもうこの役ができるのは僕しかいないと思いました。だから吉雄以外の役は考えられなかった。原作を読んだ時に本当にまんまというか、吉雄は俺以外誰に指すねんっていう感じだったんですよ。この部分は金吉雄は山本太郎の姿そのものだと言っています。中学高校時代の大人になりきる前の自分、ブレーキをかけない自分を出せば吉雄になる。だからもうこの役ができるのは僕しかいないと思いました。でここは大人になる前の自分は金吉雄だった。カミングアウトと同じですね。山本太郎さんは在日朝鮮人金吉雄は若い時の自分そのものだと言っていました。山本太郎さんが在日の方だとわかります。またキム・スジン監督でヤン・ソクイル原作の夜をかけてです。在日朝鮮人の主人公に日本人を抜擢することはありえないでしょう。夜をかけては民団の新聞にも載っていました。ロケはほぼ全編韓国で行った。韓国人撮影スタッフの協力のもと、全羅北道群山に100軒の家と町並み、そして運河まで設け、開放後10年ほど経過した大阪市内を部分的に再現した。その大規模なセットを生きたものにするため、1週間ほど前から役者を実際に住まわせることもしたそうです。スタッフが韓国人だとあり、山本太郎さんはおそらく韓国語を話せるのではないでしょうか。警察の取り締まりが厳しい中、鉄くず拾いを続けていった日本の警察権力と戦うやんちゃな在日朝鮮人金吉雄は、大人になる前の自分にそっくりだと山本太郎さんは言っていました。在日の方であることが分かりました。第27回ワンコリアフェスティバル2011に山本太郎さんはゲスト出演されています。在日の方々ばかりの祭典に出演されていました。2002年11月3日のワンコリアフェスティバルにもゲスト出演されていて、在日の方々ばかりの祭典に2度も出ています。在日の方とさらに強まる事例です。戻りますが、ここに乗る方々は朝鮮半島の統一を強く願う方々です。下の段にその他支援者の氏名が載っていますが、この方々も同様です。続きまして、金久美子さんです。金久美子さんは日本の女優です。テレビドラマや映画にたくさん出演されていました。2004年10月2日の記事に載っていました。金久美子さんはキム・クミジャと読むそうで、在日韓国人3世だとありました。やはりテレビに出る方は在日の方が大変多いようです。続きまして、ヒョンリさん。ヒョンリさんは東京都出身の女優です。2017年9月8日の中央日報に載っていました。在日同胞の女優ヒョンリが7日午後と書かれておりまして、在日の方であることが分かりました。やはり日本の女優俳優は在日の方々が多いようです。今回は以上になります。ワンコリアフェスティバルに出演した有名人を中心にご紹介しました。在日の方々には南北の境界線を本当は誰が引いたのかを考えていただきたいと思います。ワンコリアフェスティバルには在日の有名人がたくさんゲスト出演されています。ここに乗る方々は全員在日の方である可能性が強いです。他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。